皆さんこんばんは、一ノ瀬はじめです。今日も、自作パソコンの部品が届きましたので紹介していきたいと思います。今回届いたのはですね、こちら、メモリですね。DDR の、3200MHz、8GB のものを2枚出しでデュアルチャンネルで 16GB で使おうと思ってます。多分 16GB あれば大体いけると思います。これ意外と重たいです。先日買ったですね、M.2 がこれなんですけど、こっちの方がですね、まあ、1枚だからっていうのもあるんですけど、すごく軽いですね。ちょっと開けてみましょう。でかいな、これ。最近のメモリってなんかかっこいいですね、これ。カバーついてんだ。2枚セットで、なんて読んだろうな。わかんないですね。とりあえず、マザーボードと、おすすめというかマザーボードに、合うもので検索してみたらですね、これが比較的良さそうでしたので、購入してみました。それではですね、また、部品が揃ったら組み立てていきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さんいかがだったでしょうか。皆さんいかがだったでしょうか。この動画が気に入った方は、パソコンの方は、上のチャンネル登録ボタンから、パソコン、タブレットの方は、下の説明欄から、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。